なよ。おはよう。おはよう、むしろもう寝る時間に近いんですけど。違う？違うかな。違う。さあ、あのですね、これ。これいただいたんですよ。竹虎の社長さんにね、ニューヨークで会ったんです。何かって言いますとね、竹でできたね、マタタビボール。うん。さあ、どうだ？ティーボン反応したぞ。中にマタタビが入ってるけど、それを微妙にかじれないような感じになってる。だけど匂いがどんどんしてくる。お、サッカー始まるか。ワールドカップ？ワールドカップ？ワールドカップ？ワールドタケカップ？お、いいね、雰囲気あるね、おしゃれだね、これ。もうちょっとよく見てみると、こう竹で編んであって、その中にまた細い竹で編んであって、その中にまたたびのね、木の皮が入ってんの。これ、粉とかが封じてんじゃなくて、このまたたびのバークの木の皮が薄く剥いて入って、すごく手作り感まっしぐら。手作り感までは、まっしぐらって言わないか。猫まっしぐらか、これ。形容詞が間違ってる。お、Tちゃん気に入った。色がTちゃんと一緒だもんね。お、間違えた。お、落とした。うわぁ。気に入ったね、よかったね。Tちゃんが痛く気に入った。お、なんか手が入った。あれ、飽きた？終わり？さあ、これはどこからかというとね、どこからかというと、うん、竹虎、ちょ、Tちゃん、見えないですけど、見えないんですけど、竹虎。まあ、竹製品をいろいろ扱ってらっしゃる。創業明治27年。この中の松茸じゃない、またたびが欲しいんだけど、それがどうにもこうにも取れない感じのもどかさだけど、でも取れそうな感じで好き好きになってるのが、これなんかたまらないんですよね。諦めた？諦めないか？おうまいね、サッカー。ていこう、新しい才能発見。お、またまさみが走った。またバサミは決まったか。さあ、なんか今日動詞がおかしい。どうしちゃったんでしょう。ということで、竹虎さんのまたたび竹ボールでした。しゅうちゃんどう？エコなおもちゃね、プラスチックおもちゃが全盛の今の時代ですけども、こういったこの自然の素材を生かしたエコなおもちゃも、まあ、これからの時代見直してみるのもいいんじゃないでしょうか。って何よりまたおしゃれだよね、これね。結構やっぱ竹だから丈夫です。でしっかり編んであるし、だからこれ投げてこうやってもそう簡単に壊れるもんじゃない。気に入りました、ありがとうございました。足が生えてて、うん、柔らかいの。ただそのブルブルと振動することで、ちいちゃんなんか言った？やる？これやる？お、ちいちゃんの声でした。よし、ティコこれやる？お。